皆様おはようございます。月曜日になってしまいました。またこれからね、1週間お仕事、学校の方、家事の方とね、また始まってしまいました。それではね、月曜日初っ端から元気にやってまいりましょう。ですね、冷凍庫掃除をしていましたら土曜日ですね、発見しました。牛丼の具、吉野家様ですね。はい、これ食べようかなってことね、すいません、もう今日ねこれです。これ温めて、食べるだけみたいなね、感じになってしまいますが申し訳ございません。これ確か誕生日に2月ぐらいにね、あのお友達の本ちゃんからね、何個かねたくさんいただいたんですが、ラス1冷凍庫に眠っておりました。奥底にありました。それではね、早速これをね温めていきたいと思います。これはこうかな。はい、お湯の中にどんぶらこっこ、どんぶらこっこですね。そしてこれ何分ぐらいだっけな、まあ、3、4分茹でれば OKOK ということですね。はい、それではね、熱々になるのを待ちたいと思います。そして今回ですね、昨日作った牛もつカレーですね。はい、これをね一緒に添えて、吉野家牛もつカレー牛丼ね、これをいってみたいと思います。これも温まってうまそうですね。それでは後ほど。はい、レトルトを温めて4分経過しました。もうそろそろね、よろしいんではないかということで、ご飯の方にこれを乗っけて、食していきたいと思います。すいませんね、こんなんで本日は。はい、それではですね、牛丼の丼の上にですね、こちらですね、はい、吉野家レトルトの具ですね。はい、牛丼の具、いきたいと思います。いや、うまそうだな。ガンガンガガン、がっつりりんご助ですね。いや、うまそうです。はい、そしてここにですね、はい、もつカレーですね。はい、もつカレーをガッツンガッツン、つりりんポロリンですね。はい、かけて、牛丼もつカレーのハーフ&ハーフですね。はい、完成となりました。うまそうですね、このもつが。はい、こんな感じでいかがでしょうか。はい、そして、まあ、吉野家様といえばこちらですね、はい、紅生姜、はい、のっけて、はい、完成となります。こんな感じです。うまそうです。それでは食していきたいと思います。うまそう。それではですね、吉野家牛もつカレー牛丼、長い名前になってしまいました。いただいてみたいと思います。その前にこの牛の方ですね、牛の方に一味唐辛子ですね、吉野家様とくれば一味唐辛子。はい、それではね、いただいてみたいと思います。うまそうだな。いただきます。うまっ。最高最高最高ですね。いただきます。あ、うまっ。はい、そしてカレーの方ですね。もつカレー、このもつがね辛いんですね。いただきます。うまい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 、最高ですね。もうこの昨日作ったこのもつカレーですね、もうもつの甘みやカレーに溶け出しも最高最高最高ですね。はい、そして吉野家様のレトルト牛丼の素、もうこれも本当にね美味しいですね。もう最高最高最高、グッドグッドグッテストですね。それでは本日も無駄なしまかない道場、最後までご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、吉野家もつカレー牛丼、もつカレー牛丼、長い名前になってしまいました。もしの吉野家様の、皆様こちら見ていらっしゃいましたら、ぜひこういうメニューも一つ作ってみてはいかがでしょうか。それでは失礼いたします。うまいです、最高。その前に皆様の温かいグッドマークを一票お願いいたします。失礼いたします。うまいです、最高。吉野家牛もつカレー牛丼、最高うまいから。